電車に乗ってるとこういうものを見ることが非常に多いと思います。これは何なのかを今回ご説明しようと思います。クハと書いてありますね。これクハって多分皆さんも見たことあるでしょ。電車の中とかでね、壁のところとかにクハなんとかとか、例えばクハ115とかね、モハ114とか、なんかこういう風に書いてあると思うんですけど、まあ、これは先に言っておくと、それぞれこれと、これで違うものなんですが、まあ、一つ一つの電気製品を表していると思えばいいかな。これは電車の形式名、型番号みたいなものです。正確に同じと言っていいかどうかわかんないんだけど、この部屋の電灯の説明書がちょうどここにあるんですが、ここにあるのはですね、LED シーリングライト CLE6 というやつだと思うんですけれど、CLE6 と同じようなものだと思えばいいです。で、この部屋のやつは、6畳間用のやつなんですが、12畳用のやつもありまして、12畳用の、ライトはですね、また違う型なんですよね。で、それと同じように、これとこれも違います。で、それからあとは、電車、まずは電車で考えるのがいいと思うんですけど、電車っていうのは一つで、一つの製品なわけじゃないんですよ。一つ車両ごとなんですね。基本的に日本で走っている電車というのは、全部が全部ではないですが、1両で走ることはできません。まあ、例えば新幹線を思い浮かべてもらえればいいですが、もうちょっと丸いかな。こんな形でね。まあ、一番短いと、4両の新幹線っていうのがありましたけど、まあ、こういう新幹線が走ってたとするじゃないですか。で、そしたら例えば、そうですね、この新幹線とこの新幹線は違う製品ですよね。わかります。これ、まず向きが逆向きになってるっていうのを除いたとしても、まあ、これとこれは特に違いますよね。これで今の説明で分かる方は鉄道のセンスがまあまああるかなと思うんですが、1両といった場合、これ4両編成なんで、この車両とそれからこの車両はもう全く別のものなんですよ。で、それぞれで役割があって、それぞれに電化製品としての名前がついている、そういうイメージでいくといいと思います。まずはそれが一つで、これは今の説明は前提の知識になりますので、ここから根本的にじゃあクハとかモハとかそういうのは何なのかを説明していきますが、それぞれの車両ごとに役割が違うから、だからどの車両がどういう役割を持っているかということが分かるような名前を付けなければいけません。というわけで、こういうふうなカタカナを付けるのです。このクは何を表すのか、ハは何を表すのか、この一つのカタカナが大体一つの、その車両がどんなことをするか、その役割を説明している機能を持っています。クはですね、駆動車というんですが、駆動車、まあ車はいいかな、こういう風にして使います。で、ハというのは、これは、三等車です。旧三等車っていう言い方がいいかなという二つの意味を持っています。だからこのクハという場合は駆動車であり、また三等車であるということなんですが、じゃあそれは何なのかというのをまた説明しなきゃいけない。駆動車っていうのはね、先頭車両のことですね。簡単に言うとね、先頭車両に運転席がついてるでしょ。で、運転席に運転手さんが乗って、それで運転を操縦をする、先頭につける車両が駆で、それからハというのは、これはですね、いろはのハなんですが、全くこれはまた別ですね。いろは、いろは匂いのちりぬるをでして、いろはと、こういうふうに3つの等級制になっています。で、今の日本では三等車とかそういう言い方はしないんですが、もともとはですね、こういう鉄道では普通車とかグリーン車みたいな階級分けを番号で言っておりまして、で、今のグリーン車が2等に当たり、今の普通車が3等車に当たるんですが、昔はグリーン車のさらに上みたいなものが普通に走っていました。そしてそのさらにグリーン車よりもさらに上の1等車というものにはイというものを使っていました。だからこれはイロハだから、まあ、3番目の大衆の人が、一般大衆が乗るような車両ですよ、一般大衆が乗る先頭車両ですよということを意味します。そしてこのクハのクというのはですね、駆動車のクという言葉を取っているわけではないそうです。たまたまこれク同じクなんですが、くっつく車両という意味なんだそうでね、他の車両にくっついて走るという意味があるらしいです。まあ、これは予備知識あんまり関係ありません。で、じゃあ次、まあ、三等車は歯だったら同じですから、次はこれをですね、モハ。モハってのも皆さん見たことあるでしょう。モハというのは何か、これは想像がつく方も多いかもね。これモーターです。モーター車、つまり、モーター、自分で運転できるかどうかは別として、動力を持っているということです。自分で力を発揮して前へ進む力を生み出すことができる車両がモハになります。
逆に言うとクハは自分で走ることはできません。モーターを持っていませんので、操縦をすることはできても、わかります？まあ、ガンダム、私ガンダムわかんないけど、でもまあガンダムの操縦室だけあっても、肝心のジェットエンジンがなければ、飛んでいかないじゃないですか。ジェットエンジンなんだと思うんですけど、でそのエンジンはついてないみたいな感じかな。うん、そういうふうな考えでいくといいんじゃないかなと思います。まあ、まさにそう。で、別にこれはですね、2つまでとかいう決まりはありませんので、こっちにもう1個、クとつけて、これで、クモハということもできます。クモハというのはどういう電車になるか、ちょっと例を説明してみますが、例えばですね、まあ、こういう電車があって、2両編成です。で、2両編成だとそれぞれの力を発揮するために、モーターを絶対持っていないといけない、電動車というんですかね。ここにモーターを、このようにこう積んでいますと、まあ、モーターは両側にはつかないか、まあ、この一箇所だけだと思うんですが、でそして先頭車、運転手さんも乗り込むし、それからこれがまあ普通のお客さんたちが乗るような車両であってモーターがついているというと、これはクモハになりますよね。わかりますか？そういう感じですね。で、モーターがもちろんついていなければただのクハになるというわけで、ちょっと説明があまりにも浅すぎるかな。もうちょっと踏み込んだ説明に今から入りますからね。じゃあ次、その前に、もう一つだけ覚えておいてもらいたいもの、これも見たことがある方が多いんじゃないかと思います。サハというのは、このじゃあサは何か、これ差し込むという意味で、これは付随車と書きます。こうでいいんだな。付随車、これは、まあ、要するに引っ張ってもらうだけということです。もしくは誰かに力を発揮してもらうだけ。どういうやつかというと、赤で書いた方がいいかな。まあ、例えば、まあ、長い電車でですね、ちょっと図を描くのに時間かかるかもしれないですが、まあ、例えばこういう電車が走ってたと。で、まあ、車輪とか書かなくていいや、別に書いても書かなくても一緒だしね。で、こいつがクハです。で、これは、モハです。で、これも、これもモハにしようか。で、まあ、じゃあ、あとこれがモハで、これが例えばクモハだったとすると、で、これはね、自分で力を発揮しない車両だとします。まあ、まあ、わかりますね。で、その自分で力を発揮しないんだったら入れとくだけなので、サハになるわけですよ。この差し込む車両のサハね。で、これが今、ここだけが付随車。で、こっちはモーター車。こういうふうなことが分かります。で、そうするとその列車が走る力とかも分かりますよね。見れば、これがクハで、これがモハモハで、これはサハか。ああ、じゃあこの列車は今6両繋いでいるけど、そのうちの2両は自分で力を発揮しない車両なんだなとか、まあ、そういうことが分かるわけです。じゃあ次、例えばここがグリーン車だったとします。グリーン車のマーク書くの難しいんですけど、まあ、こんな感じですよね、グリーン車マークってね。で、このグリーン車の場合はですね、これまたちょっと違いまして、さっきまでは、まあ、これは差し込む車両ですから、やっぱりこのグリーン車が自分で走らないというのは一緒なんですけれど、だから差はいいんですよ。今度こっちが変わるんですね。これが、グリーン車の場合は旧2等車にワンランク上がりますので、サロとなります。サロというのも、東京などでね、湘南新宿ラインとか東海道線とか乗っていると見る機会が多い、そんなやつかなと思います。グリーン車見てみてください。サロって書いてありますから、これは旧2等車、グリーン車を表します。で、もちろんこのグリーン車が例えば今サになってますけれど、ここにモーターをつければモロになるし、モロね。まあ、それからもしそこに先頭車をつければ、 JR 九州にそういうやつありますけど、運転台もつけてもいいわけです。運転台をつければクモロになります。で、そんな風な違い、まあ結構わかりやすいですよね。そんなにああそうかなるほどねっていう風にこういけるんじゃないかなと思うところですが、まあ概ね基本編はこの辺かな。こっからもうちょっと変わり種の車両を実例を交えながら紹介していけたら面白いかなと思うんですけど、あとそうだ、もう一個あった別の概念で、気動車というものがあります。気動車っていうのは、まあ、基本はこれなんですけど、煙突がついておりまして、自分でですね、ブワーッとこう行って、まあ、運転手さんが、こっち側、まあ、もしくはこっち側にこう乗り込んでですね、これが気動車ですね、ディーゼルカーですよ。もうちょっと拡大した方がいい、まあ、見えると思うんですけど、で、ディーゼルカーというものが出てきたのは、まあ、戦前ぐらいのことなんですが、戦前からずっとこういうの走ってて、気動車、まあ、ディーゼルだけじゃないんですけどね、こういう風なものでこう動く車両があったんですが、
まあ、自動車と同じような走り方でして、電車と違ってね、一括して制御するってことはちょっとまあ難しかったんですね。でまあ、それで気動車っていうのは1両編成を基本だと、1両単行というのを基本だと考えるのがまあ普通なんですけれど、この気動車のことを気と言います。字はこう書きます。で、例えばこれで気動車の、普通車だったらば、まあ、さっきの歯ですよね、気歯になるわけですが、本当だったら先頭車がついてるんで空気歯になるんではないのかと、もしくはエンジンを自分でついてるんだから、例えばこれだったらば、まあ、エンジンがモーターなのかどうかは知らないとしても、まあ、例えば雲気派とかそういうやつになるんじゃないのかというような気もすると思うんですが、ディーゼルカーというのは歴史的にもともとこういう形が発祥なので、木といえばこれをイメージするべきというふうに昔はなっていましたから、その関係で、木派と言われたらばもう、運転台がセットになっている前提です。まあ世の中そうじゃないディーゼルカーは今ではいっぱいあるんですけれども、なので、気動車は先頭車であっても区とかそういうことはつけません。ちょっとこれ例外ね。で、もしこれが例えばグリーン車だとしたらば、これはキロになります。キロ、まあ、こんな感じかな。でただし気動車はまたエンジンがついているのも大原則なんです。まあ、基本エンジンがついているものだから、だから運転台もそれからエンジンもついているんですけれど、ただしエンジンがついていない気動車の場合は何もついていないということを識別するために例外的にこう気差波ということを入れます。で、もちろん他にもですね、そうだな、まあ、あとは他にエンジンがついていないんだけど運転台だけついているという、気動車もありまして、これは気区波になります。例えばじゃあ実例をちょっとここでね、せっかくなんで挙げてみたいと思います。気区波というのはどんなのがあるかということですが、JR 四国にですね、瀬戸大橋アンパンマントロッコという列車がありまして、ちょっと絵を描くのがまあ難しいんですが、これ横の絵だと思ってくださいね。まあこんな感じかな、まあまあ概ねこうでいいかなと思うんですけど、こうなっていて、まあここにドアがあってですね、確か2つドアだったと思うんですけど、でそれからこっち側には特急車両、ちょっと難しいんですが、あの本物の車両とはちょっと違いますけどね、絵は、まあまあまあこんな感じかな。これで、2両で運行されている、瀬戸大橋アンパンマントロッコという列車があります。で今でもこれ普通に走ってます。でアンパンマン列車でね、あのラッピングされてて、車内でもアンパンマンの歌が流れまくっていて、すごい気まずいんですけれど、あの私は前に乗ったことありますが、すごいいい列車でしたね。瀬戸大橋の様子がね、よく見えて風を感じられて楽しい。あ、間違えた、こうか。でこちら側、これ2両ですね、別々の車両がつながってるんですね。あの臨時列車なんで特殊車両なわけですけど、ちょごめんなさいね、なかなか見づらくて申し訳ないんですが、こちら側は、キロ185というグリーン車です。で、こっち側が、キクハ32というあのトロッコ車両なんですが、見ていただいて分かるように、つまりこっちにはエンジンがついてないわけですね。だからこのトロッコ車両は自分でエンジンをブワーッともしやると、まあ多分なんですけど、トロッコじゃないですか、だから音うるさいでしょ。でここに乗ってるね、子供たちとかがまあ泣くという可能性があるから、まあエンジンをつけてね、まあまあまあ他にもいろいろ理由はあるんでしょうけど、でそういうことでこっちはあの全く自分で力を発揮しません。で、まあ、こっちにその代わりエンジンをこうつけておいて、ブワーッとこっちの方はこう煙をもくもく出して走ると。でもしこっちに行きたいという場合は、この後ろ側のキロ185かな、キロ184か忘れたんですけど、これに力を発揮してこう押してもらうということをするわけです。で逆にこっち行くときは、まあ、これが自分で走りますから、ここに運転台ついてるんで、これが自分でこっちへこう行くだけでいいと。これはただ後ろからついていくだけということになる。これが気区派の例です。次に、また応用編、ちょっと待ってください、すの大変。次はね、JR 北海道の車両の話をしようと思いますけど、もうこれも、これはなくなっちゃった車両ですが、キサロハ182というやつを紹介しようと思います。どうしようかな、これでいいかな。ですね、まあちょっとこれ合ってるかわかんないんですけど、まあだいたいこんな感じかな。これは1両の外観ですが、2階建てになっておりまして、
ドアがまあこんな風にあって、で、2階が確かグリーン車だったな。確かね、確かそうだったと思うんですよ。2階がまあ大体こんな感じ、窓の数とか適当ですよ。1階はあのコンパートメントという普通個室、特殊なものが備わっていたんですが、今のスーパートカチと同じなんですけれどね、札幌からあの帯広まで行くときにリゾート仕様の車両を取り付けるべきということで作られたこういう車両、これがキサロハ182。これは2階部分が、ここがですね、これがグリーン車ね。で、こっちは普通車だったんですよ。で、しかも2階建てなので、もうこういうディーゼルカーに2階建てになったらば、あのエンジンなんかつけられないわけですね。つける場所がない。だからつけませんでした。重くなっちゃうし、もうつけられませんということで、そのまんまになりまして、これ差し込む付随車、そしてグリーン車と普通車が半々なので、ローハと両方ついてます。別にそういう両方つけるのもいいで、というですね、変わった、形式もありました。まあこんな感じですね、釧路運転場というところにですね、長い間あのずっと放置されていたんですが、結局急行浜松の運用に使うとかなんとか言っといて、使わなくてね、そのまま廃車になってしまいました。10年ぐらい確か廃車、あの引退した後も放置されてたんじゃなかったかな。場所1回だけ見たことありますけどね。これは豪華そうなやつだったので乗ってみたかったですが、まあおおむね、こんなところで超基本編は終わりなんですけど、どうしようかな、もう一回これ後編も作らないとダメだな。この動画だけで16分になってるからね、上級者編も引き続き制作しようと思いますが、この動画はここまでさせていただきます。ありがとうございました。